太鼓の音が鳴り響き、台湾発の台湾語テレビチャンネル、公共テレビ台湾語チャンネルの配信開始を祝っています。子供たちがテレビを見ながらも、台湾語の勉強ができればと思う、とチャンネルの司会者ジャネットが話しています。テイ・レイ軍文化部長と台湾公共放送グループのチン・イクシュ統事長は、 記者会見で文化の保存における台湾語チャンネルの必要性を強調していました。とても感動した。これは台湾が多文化共生社会へさらに一歩進んだ象徴であり、政府が母語の振興における大事な一歩でもある。第一年就要有新制的节目。1年目に6時間の新番組を作ることは非常に大きな挑戦だが、公共テレビは全力を尽くし、 全身全霊で取り組んでいる。公共テレビの台湾語チャンネルには教育系番組からドラマ、eスポーツの専門番組まであり、より多くの視聴者に台湾語の美しさを伝えようとしています。